はい、こんにちは、文具王です、えー。今日はですね、まあ、文具というかですね、えー、文具の、えー、ガチャの話ですという話なんですが、えっ、ー、とですね、これですね、まあまあ文具最近ね、あのー、コラボもの結構多いので、その辺もですね、出るとやっぱり引いちゃうわけですよ。で、あのー、まあコンプリートするまで出しちゃったりするね、ダメな大人なんですけれども、えっ、ー、とですね、まあ、 あの、せっかくなので引いてきたやつをですね、まあ紹介したいなという感じです。これね、あの、どういうシリーズかというと、はい。これはですね、まあこういうね、ものも買ってしまうわけですが、えー、これはですね、えー、東急ハンズとですね、えっ、ー、とー、まああの、で、あの、引いてきたんですけれども、これはあれかなえっ、ー、とー、まあ文房具カフェが、え、やっているやつでですね、あのー、 東京ハンズの各店に結構これが出ています。他でもやってんのかなちょっとわかんないですけれども。えっ、ー、と、まあ、あの、文房具カフェが企画っていうことになってるのかなえっ、ー、と、こんな感じになってるんですけれども。えっ、ー、と、何かというとですね、これ全部マグネットなんですね。で、これ、あの、あ、やっぱハンズだな。あの、ここほら。 東京ハンズと,、えー、とコラボなので、ハンズのお店であのやってるやつです。なので、店頭に文房具売り場とかにですね、あのガチャのマシンがあったりするんですけども、そんな感じになってます。というやつですね。で、えっ、ー、と、1、2、3、4、5、6種類出てますよということなんですけども、まあ、過去にもね、東京ハンズって、えっ、ー、と、まあ、文房具のですね、マグネットやってるんですけれども、えー、こんな感じでですね。 今回のシリーズはこんな感じになってますよということです。で、まあまあ6種類あるんで6種類で出したいじゃないですか。ということでいろいろいたらこうなりました。ということで順番に1個ずつ紹介していきたいなと思います。今さっき開けたやつこれですね。オレンジ色。これね、親切なのはカプセルの色がそれぞれですね、中身に合わせて違うんですね。なので、えー、出したところでですね、当たってるか外れてるかがまあ大体わかるというふうになっているというか、何が入ってるかわかります。ということでオレンジはですね、良い子のお道具箱です。 まあ、お道具箱なんで、まあ、こんな感じになってますけれども、開かないですけどね。まあ、中、マグネットが入ってるんで、あれですけども、こんな感じになってます。ということで、はい、こうやってやると、パチッと、こんな感じです。はい、マグネットになってます。はい。ということでですね、えまあ、今日はですね、まあ、これ開封するだけっていうね、話なので、どんどん行きたいなと思います。ちょっとあれだな。分かりにくい。はい。えーと、良い、この、お道具箱。はい。そして、まあ、これね、えダブリです。 で、えっ、ー、とですね。はい。えー、赤。赤は何だよいしょ。はい。赤はですね、中から。はい。え木、ー、ふえきちゃんですね。よいしょ。ふえきくんが正しいのかなよいしょ。よっ。はーい。え木、ー、くん。笛木くんはですね、まあ、これどうなってるかというと、まあどこでくっつくかも結構大事なんですけど、マグネットの場合ね、どこでくっつくかなんですけど、こうやってくっつくとなんだかよくわかんないので、えーと、後ろでくっつくようになってます。はい。 よいいいしょははい、目ですさらにはいに、はい、きましょうもう今日はねこれだけですはい次はい青です青はですねよいしょはいえー、ペンテルのクレヨンですということでこんな感じですはいですねぽいこんな感じですね クレヨンは一応ね、ちゃんとね、ケースになってるから、下のところもですね、このあの、パチってハンズス,スナップの部分がちゃんと再現されています。結構ね、細かくできてますね。なんか、さっきまあ、あんま、ちゃんとやんなかったな。良い子のお道具箱、こんな感じです。あのね、お道具箱のね、表面のデコボコした感じと、このクレヨンのこの感じが違うんですね。ちゃんとね、使い分けがされています。なので、ちゃんと型がね、頑張ってこのね、ほら、あの、ケースのあのね、 えー、重なってる感ととかをちゃんと表現していますよいしょ。そう。冬木ちゃんもちゃんとやっておこう。冬木ちゃん、頭にはちゃんと冬木のりの刻印が入ってます。ね。で、あの、下はね、ちょっとへこんでるっていうことでですね、結構ね、再現度が高いです。ね。そんな感じですね。これ、パーツちゃんと分けて作って、えー、くっつけてあるって感じだし、印刷も結構綺麗ですね。ね最近はほんとこういうものが綺麗になりました。はい。 次はい紫色です紫色はですねおっとねえー、これはですねマチックといえばサンスターかと思いきや違いますねはい靴つさんでしたはい、えー、マグネット筆箱ねこれくつさんのモデルになりますということでこれもすごいねちゃんとねほらあのー、周囲のこのステッチがちゃんと再現されていてここのメタルのパーツがそれっぽい感じになっています あーいい感じだななんか、この厚みといいね。何ですかねた。ただのミニチュアみたいに見えるんですが、まあ、これがもちろん、こうやってくっつけようということで。ここは結構ね、あの、側面が結構いいですね。って感じです。はい。あとはですね、黄色。はい。はい、黄色はですね、はい、小西ですね。小西ボンド。よいしょ。ボンドです。はい、ボンド。 ね。でですね。まあ、ボンドね。こんな感じです。もう裏の、ここら辺までですね。かなり再現されてますが、バーコードはさすがにごまかしてありますね。000って書いてあります。このバーコード読めんのかな一応太い細いになってますから、もしかしたら、えー、本物から撮ってんのかもしれないですね。このぐらいまでしかピントが合わないね。えっ、ー、と、大きく見るとどうすればいいのかなこうやればいいのかなお、いきますね。はい。えっ、ー、と、一応書いてあることはね、ほぼほぼそのまま書いてありますね。 大阪市え中央区っていう、まあ、あのね、メーカー名もちゃんと書かれているしですね。ここら辺ラベルは再現性高いですね。あと、これ、ここ展示がついてるんですよね。これなんだっけボンドって書いてあるんだっけなんかね、えっと、ちゃんとここの展示まで表現されていますよと。地球に優しいエコマークもちゃんと、えー、なってますね。すごい。まあ。 ここら辺はね、やっぱりこの辺の再現性、特に印刷は結構綺麗に今出ますよね。ということで、ボンドです。はい。そして、次。こちらです。はい。これ何かね。これあれですね。マ,ルマンさん。マ,ルマンさんはね、多分ね、前のシリーズでスケッチブックやってるんだよね。なので、図案シリーズではなくって、これはクロッキー帳ですね。クロッキー帳、結構ね、苦労したのがわかります。ここほら。 ちゃんとですね、クロッキー帳のリングが、リングが <laughs>、ちゃんとね、ほら、メタリックな塗装で入っていますよということで、あのリングがはみ出してる部分がちゃんと表現されてますよっていう。ほら、キラキラってしてますよね。で、クロッキー帳です。で、中はこんな風になってるよということで、一応ね、表裏はちゃんと色がついてるんですけども、中の紙が白なんですけれども、これ塗装結構頑張ってるんですけど、 惜しいね。ここ、ここのところで段差なんで、本当はここが白いんですね。うんって感じですけれども、ここがクロッキー調のですね、えー、100シート、丸まんって書いてあるのもありますし、まあ後ろとね、まあこんだけなんですけど、さすがにこいつは薄いので、えー、マグネットの部分だけちょっとはみ出してますね。うん。まあそらそうだよね。この厚みになっちゃうと入りきらないのでということで、まあそこのところはなってますけれども、いい感じに、 へにょっとなった感じちょっとね、まっすぐじゃなくって、ここのところがちょっとね、あの、心なしかこう、たわんでる感を、これなんかわざとじゃないかっていう感じなんですけど、これ表紙とかもちょっとずれてるでしょずれてる感じをわざと出してる感じで、まぁ、あ、ただのね、だこういうのやろうとしたときに、ただの真四角とかで作っちゃうわけですよ、カチッとしたやつで。でやると、まあなんかその、 うん、ミニチュアととしてはちょっなイイな感じになるわけですよねそういうのをちゃんと表現してい作っているところがですねえ、まあ、偉いという感じだったりします。ということで今回はこの6つなんですけれどもまだいたいシリーズを重ねるとですね前のネタが使えなくなってくるのでまあまあどこもやっぱりだんだん困るわけですけども、ね、デビカさんのお道具箱もなかなかいいですよね。うんそうなので、えっと 今回の、えー、と見どころ、こいつは何かというとですね、それぞれものによって紙の質感、それからこのですね、えー、ちょっとぷっくり膨れたですね、このね、あの、オレフィンでできてる、あの、このね、表紙ですよね、合皮、合皮かなこれはカブロンかなんか使ってるのかなえっ、ー、と、カブロンじゃなくて、あそこはなんだっけえっ、ー、と、クラリーノだっけなえー、の、えー、表紙ですよね、この。 皮を使ってる、合皮を使ってる、えー、感じとかですね。だから、これほら、同じ全部プラスチックに塗装なんですけれども、これは紙のでこぼこした表面。それから、これは合皮のちょっと中に綿が入って、綿っていうかね、あのスポンジが入ってるんですけど、あのぷっくりした感じ。それから、ステッチの感じで。メタルの感じ。それから、こっちはですね、 ちょっと柔らかいプラスチックの,の厚みのあるやつ、ね、あれなんだろうなでできている、まあ、こういうです、ね、オレフィン系かなの,あの,このケースの、ね、感じでケースも、ね、真四角に閉まらないんだよねちょっと斜めってる感じっていうのをちゃんと表現してるわけですよ、ねでえー、こっちはです、ねまあ、こういうでブロー成形のぷっくりした感じを出しつつの紙のちょっとへにゃっとした感じをこう出す。 ね。で、あの、こっち側には金属のリングがちょいっと見えていますよっていう感じを出していきながら、ね。これもブローですけども、やっぱりね、このね、フェキくんとね、買って並べたときに。あ、でもよく考えると、これ両方ともね、黄色のボディに赤のキャップなんですね。まあ、共通点がなかなか可愛い感じがしますね。うん。なるほど。やっぱ赤とかはね、あの、よく言われるのはなんか赤キャップとかなくすと危ないとかね、飲み込むと危ないとかって。 まあ赤い色をつけてたりとか、あの黄色とかっていうのはまあ注意を引くっていうことでですね。まああの、あれですよね。あの、オルファーのカッターなんかもそうですけれども、まあ割と黄色とか赤とかっていうのは目立つ色なんでよく使われますけれども、をね。なので、これ今回はね、この質感と実際の形のね、このね、えっと、ちょっとしたこのね、あの、ズレ具合みたいな部分をちゃんと表現しているところが、 まあ、なかなか完成度高えよという話であります。ということで。はい。えー、まあこういうのでね、全部揃えて満足するっていうことなんですけど、うちね、あのもう本当にそ、あの、ね、マグネットだけでもだいぶあるんですけど、その辺もですね、まあやっぱこうやってね、引いたらとりあえずね、えー、皆さんに報告するっていうね、えー、ので、 あの、そうそう、あの、動画をやってるののね、一つのいいところはですね、こういうのを正当化するっていうね、みんなにね、こうやって動画を作って紹介したからっていうところでですね、正当化しつつ引くっていうね。で、まあ、そのためにはね、まあ、あの、6種類出てるということで、まあ、これね、6種類出てる分には6種類引かなきゃいけないよねっていうことをですね、で、引くわけですよ。そうすると、今回でもね、勝率はいいわけですよ。6種類引いてるんですが、えっ、ー、とですね、ダブリが3つ。 ね。で、済みました。ということなんで、わりかし、これはクジオンいいです。っていう感じです。ということで、えー、今回ダブったのはですね、これ、デビカさんですね。デビカのお道具箱。それから、これがですね、ペンテルの、はい。えー、これペンテルのクレヨンですね。それから、これはですね、靴輪のですね、えー、このマグネット筆入れですね。はい。ということで、この3つが、えダ、ー、ブっちゃいましたので、はい。 こちら三つはですね、またプレゼントにしたいと思いますということで。 えー、プレゼント希望の方はですね、いつものようにフォームのところに書いてですね、えー、まあこの番組へのこうね、感想とか希望とかいろいろ書いて送ってください。えー、とー、まああの、希望書いといていただければなるべくそれが当たる場合はあれですけども倍率が激しい場合はですね、抽選となりますので、えー、皆さんよかったら応募してみてくださいということで、えー、今日はですね、なんでもない ええと、話ですが、えー、こういうですね、ガチャ引いてみたよっていうね、やつです。マグネット。でもね、マグネットとしてね、えーと、普通にこれがよくできてますんで、目も止めるぐらいだったらこれも十分ですんで、えー、冷蔵庫にくっつけておくとかですね、えー、まあ、あの、会社のね、あのー、ホワイトボードとかにですね、あの、こういうのが付いてると可愛いかなと思ったりもしますんで、うん、よかったら、ね、あのー、ハンズに行ったらですね、これ引いてみてください。200円だったかな違ったっけ 300円だったっけなええー、と、そう、そういうところを忘れちゃうのが、あのー、ダメなところですね。あと、あとで、あのー、ええー、入れておきますが、ということで。はい。うん。あのー、まあ、それね、200円だっけな、300円だっけな、っていうところの経済感覚がないっていうね。ええー、のはですね、あの、オタクのダメなところです、ね。まず引くっていうところからやってしまうのが <laughs>、ええと、ちょっと反省。今ね、言いながら自分で反省したわ。っていうことなので、ええー、とですね。ええー、ともかく。 皆さん、ええー、とー、まあ、こ完成度がすごく高いので、ええー、と、まあ、ミニチュア好きの方もですね、マグネット好きの方もですね、よろしくお願いします。ということで、えー、今日はそういうお話でした。ありがとうございます。